にちは、皆さん。大家好。今天 DJI 他们发表新的 DJI Osmo Pocket。DJI が今日 Osmo Pocket っていう新しいすごい小さいあのジンバルをジンバルとそのカメラがついたすごい小さいハンドホルドのやつを発表して、いやもうめちゃくちゃ欲しくなって、今この GoPro と iPhone とあとカメラ、一眼レフで撮ってるんですけど、なんかどれもこういいとこある。一眼画質綺麗だし、 GoPro は小さくていいし、 iPhone もすぐ撮れるとか、でもなんか結局ジンバル乗せてスムーズに撮りたいとかになると大掛かりになるんですよね、全部が。それで、まあ、その DJI の新しいやつめちゃくちゃいいなって思って、やっぱり DJI はこう今の人がブログとか撮りたいっていうのが分かってる。その会社自体がもうブログとかの人たち、空撮の、 技術がある中国深圳の会社なんですけど、やっぱもうそう、それが欲しかったんだってやつで、で GoPro もこれすごいイメージ、なんだっけ、スタビライザー強くなってるんですけど、まあ、それでもまだなんか、なんか僕的には画質があんまり、好きじゃないというか、音がまず、まあ、これヒーロー5だからなんですけど、ヒーロー7もいいって言うんですけど、っていう、まあ、まだヒーロー7の音聞いてもやっぱりなんか違うなっていう感じで、まあ、DJI すごい期待して今度触りに行きたいと思います。しかも値段が GoPro よりちょっと安いっていう、 GoPro より1万円5000円くらい安いのかな。なので GoPro だけだプラスジンバルって感じだから、すごいいいなって思います。それではちょっとお昼ご飯食べに行きたいと思います。よしよし、危ない。こんな感じ。まあ GoPro で十分っちゃ十分ってか、持ちやすさは別にそんな変わんないとは思うんですけど、どこだっけ、なんかこの近くにうまいところがあるって台湾人のコメントで、台湾人のあの視聴者の方からもらったんだけど、これかな。よいしょ。
不痛了，就是我们有一个把酱油物理的功用。里面有酱油，看一下哪一瓶的酱油。谢谢。